チャールズ・ライトは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ネバダ州ラスベガス出身のアフリカ系アメリカ人。1990年代から2000年代初頭にかけて、WWF を中心に活躍した。ポン引きギミックのダゴッド・ファーザー、怪奇派のパパ・シャンゴなど、様々なキャラクターで知られる。バンバン・ビガロ、レーベン、シェーマスらを輩出したことで知られる、プロレスラー養成所。 モンスターファクトリーの出身。1989年9月16日、テネシー州メンフィスのアスは似てザソウルテイカーのリングネームでデビューし、翌月の10月23日には、ジェリーローラーからアスは統一世界ヘビー王座をダッシュした。1990年6月、バンバン、ビガローを倒した北尾浩二へのモンスターファクトリーからの資格として新日本プロレスに初来日。 全身に施されたタトゥーのインパクトとマーシャルアーツをベースとした格闘家的なファイトスタイルが注目され、同年は新日本に計4回にわたって参戦。兄弟子のビガロや黒人レスラーの大先輩バットニュースブラウンともタッグを組んだ。10月25日にはグリーンドーム前橋にてプロボクサーとして新日本に登場したトニーホームと石格闘技戦を行っている。 1991年、当時の人気 NBA プレイヤーである、チャールズ・バークレーのニックネームと同じサー・チャールズを名乗り、ローブをまとった貴族ギミックで WWF にトライアウト出場。翌1992年に正式契約を結び、ブール教の呪術師をモチーフとした、怪奇派、ヒール、パッパシャン語として、本格的な WWF デビューを果たした。黒いシルクハットをかぶり、 顔面には、ドクロのペイントを施し、白煙が桃々と立ち込める、頭蓋骨を手に入場。火花を放射する仕込み図や、呪文を唱えると相手の体から鮮血が噴き出す、妖術パフォーマンスなど、極物的なブードゥーギミックでセンセーショナルな存在となった。同年4月5日のレッスルマニア8では、メインイベントのハルク砲ン対、シッドジャスティス戦に乱入。を襲撃するが、 抗眼救出に駆けつけたアルティメットウォリアーによって、蹴散らされる。ウォリアーは、前年8月に WWF を解雇されて、以来の登場であり、その追払い役を務めた形となった。以降は、ウォリアー復帰後の構想相手となり、ジ・アンダーテイカーとの回帰派対決も注目を集めた。しかし、PPV 大会での決着戦を前提とした、長期間の構想アングルは組まれず、 レッスルマニアでの乱入以降は大きな活躍を残せなかった。1993年からはパパシャンゴのキャラクターでアスワに復帰。ローラーを破って統一世界ヘビー王座を再び獲得するが WWF から参戦してきたその後はアスワを離れ、1994年はオットー・ワンツが主催していたヨーロッパのクワに遠征、ランボーや トニー・セント・クレアーと対戦した。1995年1月、マーシャル・アーツの下地を活かし、スプリーム・ファイティング・マシーンの異名を持つ、総合格闘家ギミックの釜に変身して、WWF に再登場。このキャラクター及びネーミングは、当時、ユフックにおいて人気を得ていた、異色の格闘家肝をイメージしたものだった。テッド・デビアス率いるミリオン・ダラー・コーポレーションに加わり、 ジ・アンダー・テイカーとも構想するが、ここでもブレイクを果たせず、1996年から、再び WWF を離脱。1997年下期、ファルークが結成した、黒人史上主義軍団、ネーション・オブ・ドミネーションの一員として、WWF に復帰。リングネームもネーション・オブ・イスラムを意識して、カモム・スタファと改められ、クラッシュ率いる白人バイカー軍団、DOA や、 リージョン・オブ・ドゥームとの軍団構想を展開したザ・ゴッド・ファーザー1998年にファルークがノットから追放されザ・ロックがリーダーとなりユニット名をネーションと改めたことを機にリングネームをザ・ゴッド・ファーザーに改名ソフトボールにハマキを加えたポン引きギミックのヒールとしてホーを連れて入場試合前に対戦相手と交渉し 女をあてがう代わりに不戦勝を得るというキャラクターに変身した。同年7月、当時の中堅選手によるシュート大会として伝説化されている WWF ブロールーオールに出場。準決勝まで進出するも、バートガンと対戦して、小負けを喫し,し、療養のために短期間欠場することとなる。その間、ネーションは、マーク・ヘンリーとディーロ・ブラウンが、 ロックに造反して解散。これに伴いライトも彼らと他元は勝ち、ポン引きギミックはそのままに、ベビーフェイスのシングルプレイヤーとして売り出されることになった。このフェイスターンは、指示を集め、入場後の決めゼリフピンピン、エイントイージーを観客と一体となって叫ぶなど、絶大な会場人気を獲得。これまで様々なキャラクターを演じながらもブレイクには至らなかったライトにとって、 ザ・ゴッドファーザーはデビュー10年目にして初めて成功をつかむことのできたギミックとなった。彼自身もゴッドファーザーのギミックを気に入っており、実際の自分に最も近いキャラクターだったと述0している。1999年4月12日にはゴールダストを破り WWF インターコンチネンタル王座を獲得。入場時に引き連れる方の人数もエスカレートし、 AV 男優ギミックのバルビーナスとの風紀、違反コンビも人気を呼んだ。観客からは大声援を受ける一方、テレビ番組の放送内容を監視する市民団体である PTG はゴッドファーザーのギミックは子供の視聴者にとって有害であると急断。2000年に入り WWF へのバッシングが高まる中、ライトはギミックチェンジを余儀なくされた。そこで、 WWF は p t c に対する当て付けとして WWF 内の検閲活動を行う保守的なヒールユニットライトテュセンサーをプロデュースする。ゴッドファーザーも RTG の検閲対象となりリーダーのスティーブン・リチャーズの洗脳によってザグッドファーザーと解明。白いワイシャツにネクタイ姿で RTG の一員となり同じく検閲を受けて 構成したバルビーナスらと共に、風紀工場のためには手段を選ばないヒールに変身した。同年11月6日には、メンバーの一人ブルブキャナンと組んで、ハーディーボーイズから、WWF 世界タッグ王座をダッシュしている。2001年4月1日のレッスルマニア X、セブンを最後に、RTC は、解散、しばらくリングを離れた後、2002年1月10日の、 ロイヤルランブルにて、ポン引きゴントファーザーとしての久々の登場を果たした。大歓声で迎えられ、その後も自身の商売は合法であると主張して、リングに復帰。しかし番組への出演機会は減少し、サイドのヒールターンの末、バルビーナスとの放末的な構想を経て、サイドビジネスに専念するため、セミリタイヤした。その後、ベビーフェイスの立場で、 スポット的に登場し、9月に行われた、ゲイギミックのタッグチーム、ビリーチャックの結婚式では、彼らは、実際にはゲイではなく、自分のところから勝負を買っていたことを暴露。翌月の10月7日、地元ラスベガスで行われた、RAW ルーレットの、ジェリー・ローラー対スティーブン・リチャーズ戦でのゲスト出演を、最後に WWF を退団し、そのまま引退した。 引退後、WWE の公行や番組には時折登場。2005年6月26日のベンジェンスでは、ビセラとリリアンガルシアのスキットを、2007年9月21日放送のスマックダウンでは、セオドア・ロングとクリスタル・マーシャルの結婚披露宴を、それぞれ方たちを引き連れて登場しめちゃくちゃにしている。2007年は12月10日の RAW15 周年大会にも、 出演した。2009年11月、ハルク法案がオーストラリアにて開催したイベントである、ハルカマニアにピンプファーザーのリングネームで参加。26日にはハイデンライクから勝利を収めている。2012年1月28日には PWS 主催のレスリングリユニオンに登場。ブルータスビーフケーキ、クレック・バレンタイン、ケビン・サリバン、ラニー・ポッフォ、バージル、 ダンスバーン、カルロスコロンなど、往年のスーパースターによる、バトルロイヤルに出場して、優勝を飾った。2013年1月27日、WWE のロイヤルランブル2013に17番目の選手として、サプライズ参戦。久々の WWE 登場となったが、リングに入ろうとした瞬間にドルフ・ジグラーの、ドロップキックでリング下に転落、失格となった。 同年9月21日にはニューにて、マイキー・ウェブ力士と組み、6人タッグマッチで、グレゴリー・エドワーズジェイバスターマーク・シャーマンを下している。2016年4月、WWE 殿堂入り2014年2月28日、イングランドの PCW にて、パパシャンゴとしてロード・トゥ・グローリー・トーナメントに出場。1回戦で、バブルガムに敗退したが、 3月1日のリベンジマッチに勝利して、雪辱を果たした。10月18日には、旧ユーバル、ビーナスのパートナーとして、カナダの一、e、挙に登場し、一挙タッグ王座争奪の3ウェイタッグマッチに出場。王者チームの DTA 及び BBC と対戦するも、ベルトをダッシュするに至らなかった。試合前日には、女性候補者を対象とした、ハロレディース、コンテストなる。 勝者は、法として、共に入場できるコンテストを開催している。2016年2月22日、ザ・ゴッド・ファーザーとして、WWE 伝道に迎えられることが発表された。4月2日に、テキサス州ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターにて行われた伝道入り式典では、アパのロン・シモンズとジョン・ブラッド・ショー・レイ・フィールドが、インダクターを務めた。パパ・シャンゴに関するカテゴリー。 ありがとうございます。